入ってどうこうじゃなくて、自分たちがちゃんと力を出せれば今だったら勝てると思うんで。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。そうですね、まあ、これから上位と、試合をする上では次につながる勝利だったと思います。はい、チームにとっては、ね、チームに貢献した選手だから、他から見たら痛いなって思われるかもしれないですけど、でもチーム自体はそう言わせないようなね、みんなプレーをしたいと思ってると思うし、それは前節は示したんじゃないかなと思います。はい、やっぱりその選手の距離感であったり、あとチームを助けるプレーというのは少なかったかなって思いますね、選手一人一人は。やっぱりそういうチームのために走る距離も多くなったし、それは相手を上回ってるかなと思いますね。はい、エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。6月19日ジェフユナイテッド千葉。そうですね、常にいいチームを作ってる感じはするし、相手どうこうじゃなくて、自分たちがちゃんと力を出せれば今だったら勝てると思うんで、まあ相手運のより自分たちをちゃんと見つめてって感じです。はい、役割は特に考えてないですけど、まあその時その時気づいたことはちゃんと、いいようにね、チームにいいものをもたらせるような言葉は伝えたいです。はい、いやもう本当勝負どころをちゃんとポイントポイントで見極めて、そこでちゃんと相手に勝つっていう、そういう部分が多くなってくれば勝てるかなと思います。はい、まあチームが勝てるように、はい、その踏まえた上で取れればいいかなって感じです。はい、今チームはホームで、勝てるようになってきたんで、これからも勝ち続けられるように、頑張るのみなんで、選手はそういう思いでやってるんで、また応援していただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。エスパルスはここから始まる。仲間を信じて、サポーターを信じて、新たな歴史を作る。6月19日ジェフユナイテッド千葉。